姫ピック、 FM 元気がお届けする姫路の最新情報、姫ピック。今週のピックアップ情報はこちら。皆さん、食虫植物展を楽しみませんか？手柄山温室植物園では7月16日土曜日から食虫植物展が開催されます。ウツボカズラやハエトリソウを中心に植物園で育てられた食虫植物がおよそ100点展示されます。期間中の土曜日、日曜日の午前11時からは展示説明会も開催されます。それぞれの会抽選で選ばれた3組限定でハエトリソウに触れる体験ができます。ぜひ食虫植物の世界をお楽しみください。続いて、夏休みに姫路城について学びませんか？姫路城では夏休みの期間に合わせて世界遺産姫路城について学ぶ自由研究帳を配布いたします。ルートに沿って全25問のクイズに挑戦することで城の仕組みや歴史を学ぶことができます。対象は小学生以下で、自由研究帳の料金は無料です。配布場所は姫路城入場口になります。ぜひ楽しく姫路城について学んでみてください。姫ピック、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。